念、全力で戦いましょう。すまん、私が悪かった。酒の席の方言だ。誰が最も優れた都督かなど良いではないか。いいえ、殿はいい機会をくださいました。内心思っていたのです。実は私こそ最高の都督だったのではないかと。周遊殿、本音が出ましたな。ですがそれは皆同じこと。我らの実力、そして誰が最高の都督か、刮目してご老じろ。若さの勝利、それは間違いありませんね。リクソン、お前、俺たちをおっさん扱いか。いえ、先達の皆さんから学ばせていただきます。さあ、殿、合図を。ああ、もう好きにせよ。始め。お前たちがこうも互いを意識するとはな。まあこうなった以上、存分にやるがいい。はい、勝負の損、言うこと全てのもといである。まずは将兵らを相手に勝負を示すのだ。全力でいきます。皆さん、私に負けても言い訳はなしですよ。なるほど、まずはお手伝いですね。将兵100人倒してみせましょう。先についた者は策を用いることを許す。待っていたぞ、リクソン。さあ、俺の徒歩を受けてみよう。いいんですか、リョモ殿。兵器に頼っていては足をすくわれますよ。そなたに倒れられては困る。これを使いたまえ。覚悟してください。私が討ち取りました。都督たる者、身のこなしも重要である。眼前の道なき道を突破してみせよ。
胸筋。一騎打ちは最も得意とするところ。いきます。いざ勝負だ。いきます。ここで最終対決を行ってもらう。中央にある品は先についた者への得点だ。未来を背負うのは若い子の私。孫悟の明日のため必ず勝ってみせます。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。この周黄金の治癒を上回るか。孫悟の時代頼もしい限りだ。リクさん、俺を呼ばないなんてひどすぎるぞ。最高の都督、この主義法なしで決めるな。孫悟の憔悴、熱き戦いだったぞ。これにて対抗戦を終了とする。